ですね、33兆円。そうですね。まあ、この問題は非常にいっぱい多くの問題を抱えておりますが、まず 3.3 兆円出ましたから、ちょっとパネル出してもらいましょうか。はい、モニター出ますでしょうか。はい、ソフトバンクの資金調達、ちょっと簡単にですね、これはまあ公に出てるものを簡単にまとめたものですが、まあ、中国電子商社のアリババですね、有名な、はい、これをまあ2兆円売却しました、はい、これはまだその売却後も筆頭株主ですけど、まあ、一応売却しました。それからフィンランドのゲームの会社を7800億円で売りましてね、配当が500億円ぐらいあったと思いますが、まあ合計して約3兆、まあこのお金を使ったように表面的には見えますね。それで買収、これはだいたい4月から5月ぐらいに売却して、そして買収、イギリスの半導体の先ほど今アームをですね 3.3 兆円で買ったと、まあこれが一つですね。まあついでにまあ、有名なですね、ソフトバンクのアローラ副社長、はい、これは2014年の報酬が165億円、それから2015年の報酬が80億円、はい、まあ、合計これで、まあ、だから毎年毎年100億円ぐらい収入もらって、まあ、人のことですから、まあ、どうするのって言わなくてもいいけど、まあ、そういう人もいるな。それから一番最後に書いてあるのが、ある方 の、はい、の財産と書いてあるのが、はい、まあ、孫さんなんですけど、まあ、2兆円と言われてますね。はい、で僕がおせっかいに、まあ、こんなこと計算しなくていいんですが、あと30年間毎日2兆円をもうせっかくあるし、はい、もう相続税に取られるのも悔しいから、はい、もう使おうと、はい、すると1日どのくらいになるかと、2億円。2億円つったらどこに行けば使えるんですかね。だってお札も重たくて持てないと、はい、1日2億ですか。1日毎日2億円、あのね、1日10万円ずつでもね、なんか不幸が訪れるんですよ。あの肝臓病になったり、ね、だって10万円のもつったら大変でしょ、うん、洋服だって1回は袖を通さないかんから買ったら、ね、だからもう大変なんですよ、お金使うっていうのは。こういう人たちは、だけど2兆円あってまだ働いてるってことがすごいですね、うん、ねえ、ほんとびっくりしちゃいますよ。会社に出てくることがね、はい、ギリシャとか買えるんじゃないですか。はい、ギリシャとか買えるですから、まあこれね、お金の点をちょっと言います、うん、ただね、ソフトバンクの動きを、はい、お金で、あのお金のなんか猛者だなとか、うん、そういうふうに思っちゃ僕いけないと思うんですね、うん、まずあのかつてはですね、例えば日本の新日鉄、はい、ここから重要な話なんですが、はい、新日鉄にしろ、まあ、現在のトヨタ自動車にしても、うん、パナソニックでもソニーでもね、はい、全てまあ優秀な人材を採用して、うん、この優秀な人材に社内でいい仕事をしてもらって、それを商品にして売って儲けると、はいはい、で、会社自体も長く同じ業種をやってるし、うん、それから、まあ、そういうことですね、うん、それがまあ典型的な会社ってもんじゃないですか。アメリカでもそうで、 US スチールっつったら、あのね、GE っつったら何っつって、うん、US Steelってのは鉄鋼業界で、はい、GE ってのは、まあ、電気会社から一部プラスチックになってますけど、まあ、そういうのがね、普通そうですね、うん、ところが、まあ、今から50年ぐらい前から M&A、 つまりそうじゃなくて、買えばいいじゃないかと、それで、まあ、あの今度だったらアーム社の状態見てて、はい、ある時に買おうと思ったら買えばいい、うん、ね、アーム社なんてほとんどの人知りませんよ、うん、だけどまあ世界のソフト、要するにあのスマホのね、はい、ほとんどをやってるような会社なんで、大きな会社なんですけども、うん、それでもね、僕らとしてはシャープが4000億円で、うん、それでその8倍、どっちの会社が大きいのって言いたくなっちゃうでしょ、で、どちらがそれじゃあこれからのビジネスとして正しいのか、つまり新卒採用なんてやらないと、うん、別にどっかでやってくれと、それで経営としてはいいところを買いますよと、うんうん、僕は実は大学で研究してる時ね、うん、ほとんど一切と言ってもいいほど分析機器っていうのは買わなかったんですよ、うん、で、なんでかって言いますとね、分析機器を2000万とか1億とかで買うとね、うん、買った負担があって、どうしてもその分析機器を使う研究に限定されちゃうんですよね、うん、だから、ところが僕はちょっと特殊で、全部測定は外部に測定されてた。これの問題点はね、学生が育成されないとかそういう問題点があるんで、まあ、少しボロい機械は持ってるんですけど、うん、あとはもう、ね、高い機械は全部外注する、うん、そうすると研究の進捗によっては、あ、こっちだったって思うことあるわけ、うん、そうすると機械があるとこっちだったって思っても、機械のある方の測定せざるを得ないでしょ、うん、そういう制約ができますね、まあ、そういう点ではビジネスも、あのこの今度の IoT もそうですけど、うん、今まではどちらかっていうとソフトバンクは物ではなくて電子情報だけ、うん、まあ極端に言えばね、うん、そういうビジネスを扱っていたのに、今度から物に
接続したビジネスですね、うん、IoT というのはそうですけど、うん、物をまあ電子化するというか、うん、まあ、例えばまあ昔言われてたのは、例えば家の中の様子を常に見てて、はい、で電気がまあつけるんだったらそこからつけるとか、それから猫にご飯あげるとか、まあ、そういうことを遠隔操作でもできるというね、はい、まあ、そういうようなことなんですけども、はい、簡単に言えば、はい、だけどこれは産業用ではものすごく大きな効果をもたらしますので、市場は大きいと思いますね、うん、ですからこれはね、皆さんも終身雇用とも関係してるんですけども、ビジネスの形態ってどうかということですね、はい、それに関して言えば、うん、名古屋に米田コーヒー店ってあります、はい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 、喫茶店ですね、私もよく行きます、はい、あの米田コーヒー店っていうのはあのスターバックスみたいな、いわばスターバックスの前にもう一個あります、ドトールコーヒー、180円で、まあ、15分ぐらいで飲ませますよという、うん、まあ、そういう路線とは違ってですね、あそこはね、要するに本当に喫茶店に来る人をリラックスさせる喫茶店として成功したんです、あの米田コーヒー店行けますとね、はい、もう30分ぐらいでこのお尻がムズムズするとこないんですよ、なんでかよく分かんないんだけど、あそこ行くと1時間でも2時間でも、僕飲み屋でもね1時間半以上は持たないんですよ、もうすぐ他へ行きたくなっちゃうんですよ、はしごなんですけど、ね、4時間5時間なんですけど、その僕でも米田コーヒー店に行くとね、なんかねこう従業員がチラチラ見ながら、お前でもう立たないのっていう雰囲気が全くないの、妙な圧がね、圧力が全くないです、でそれで成功したでしょ、で成功した創業者は、最初からは多分そうじゃなくて、本当にきちっとしたサービスをしようと思ってて、途中でものすごくあの値段が高いから売って、今悠々自適な生活してますよ、僕の知り合いにもそういう人います、今、はい、あの米田コーヒーだともう東京など各地にね、あのチェーン店がありますよね、あのビジネスモデルは素晴らしくてね、要するにね、座ってる人が500円ぐらいなんですけど、大体は、座ってる人がね、なんかねせかされないんですよ、なんでせかされないのかノウハウはあると思うんですけどね、だからやっぱりね居心地がいいからみんないちゃう、いつも混んでますよ、そうそう、喫茶店って初めてじゃない、ああいうせかされない、何しろね、なんか水を買いに来たりね、なんか変なことしてさおいお前出てけなんて親父がいたらやっぱり嫌でしょ、だからまああのちょっと話がずれましたけど、ソフトバンクもあのやっぱり我々じっくり考えてみなきゃいけないと思うんですね、要するにビジネスの形、それからソフトバンクとしてもものすごく情熱があったんじゃないかと思うんですよ、ああいう店をやるっていうのはね、あソフトバンクじゃなくてあの米田コーヒー店、本当に、そのコーヒー飲みに来る人たちに愛情があったと思うんですよ、その仕事を例えば20年30年やって、それを他の人に売って、それで別に転身すると、まあ、いうようなこともですね、我々いいんじゃないかなと思ったりもしますね、まあ、そういう点ではあのこのソフトバンクの 3.3 兆円の買い物っていうのは、シャープの4000億円とこの 3.3 兆円をちょっと皆さんが頭に浮かんでもらうと、それからさらに一体我々の人生と我々の仕事っていうのはどうなのか、経営としてはどうなのか、技術者としてはどうなのか、そういうことを人生としてはどういうふうに取り組むべきなのか、というふうなことも考えられるし、儲けすぎると大変だなと、もう思ってもらってほどほどがいいなと、はい、いうことをですね、はい、参考にしていただければと思います。そうですね、で次の週あれも何しよう、1日2億円ですもんね。そうですね。次はですね、必死に使い道が、はい、あの孫さんもお金の話がいつも出るんですよ、はい、で僕は孫さんの話を聞いた途端にパッと思い出したのはこの4人で、パッと書いたんですけど、もっと深く考えれば違うんですけどね、はい、岩崎彌太郎、これはまあ三菱を作った人で、あれが高知の安芸市にある岩崎彌太郎の家ですね、あのこれは手前の家が古い家で、向こうにちょっと新しい家がありますこちら、はい、はい、そんなにボロい家じゃなくて、まあ、豪農ではありませんが中農ぐらいですね、まあ、ここの家にですね、やっぱり岩崎彌太郎の小さい頃のいろんな教えみたいのが入ってて、大変に精神的であるってことが分かりますね、はい、それから次の出光佐三はもちろん、はい、よく知られているように、まあ、従業員首切らない、ね、アジア系っていうか日本系の石油会社をやるっていうものすごく強い、はい、信念のもとでやってますね、百姓さんの海賊と呼ばれた男ですね、モデルです。ビル・ゲイツもそうで、ビル・ゲイツも一般的にお金で言われますけども、彼が僕が非常に印象的だったのは、彼が19歳の時に書いた文章をある時に読んだら、もう素晴らしかったんですよね、それで僕はこれが19歳の文章かと、それでは偉くなるなというふうに思ったものですね。あの最近あのなんか流行ってるゲームがありますが、なんとかGOとかポケモン GO いいんですかね、それを今から非難するもんですけど、名前出さなかったんですけど、
まあいい、もちろんいいですよ。いいですけどね、ビル・ゲイツの19歳の時の文章は、もうそういうものと全く隔絶した、非常に冷徹な、ビジネスの文章でしたね。まあ、それがやっぱりああいうマイクロソフトっていうのを作っていったと。それは日本人のこう例えば出光さんとかの精神的なもの同じです。同じもの、岩崎弥太郎、出光、ビル・ゲイツ、孫正義と僕はパッとこう4人を思い出したのは、4人に共通することはやっぱ思いっていうんですかね、お金じゃないんですよ。全然お金ってのは後からついてきてるわけですね。まあ孫さんもまあ大分かなんかのお生まれですね、お名前はね安本つったかなんか違う名前ですよ。それどうしかったら非常に差別がありましたね。朝鮮の方ですからね、はい、ですから差別の中で非常に悲惨な幼少期を過ごして、うん、である時にお金もらってそれで事業を立ち上げて、はい、まあ、非常にこう才能もあるし積極的な人ですね、うん、それでいよいよ会社を立ち上げる時に彼が言った言葉はね、私は朝鮮だから、うん、自分の本名で行くと、はいはい、本名で行かなければ事業は失敗すると、うん、いう隠れて事業ができるかと言って、うん、孫という名前で出てったんですね。その時に名前は、はい、そうです、そうです。僕はね、人種差別絶対反対ですからね、うん、大東亜会議信奉者だから、はい、だからあんな朝鮮の人とか、はい、中国の人とか、うん、そんなことでね区別するようなケチな日本人じゃないと、ね、っていう考えですよ。アジアはね、みんな友達、アジアはみんな友達、ね、はい、だから朝鮮の人も僕らと一緒に大東亜戦争を戦ったんだから、うん、戦友じゃないかと、うん、ね、だから孫さんもそういうことでね、やっぱり自分の身を清くして魂をきちっと持って、そしておやりになったという点ではですね、はい、まあ、多くの日本人もやっぱ今の日本人もね、やっぱり孫さんに学ぶと、うん、孫さんのことが出てくると M&A だとかお金とか出てきますから、皆さんちょっとねそういう感情が湧くでしょうけど、うん、はい、決してそうではないと、だから成功したんだと、うん、私はそう思います、はい、まあいろいろご批判もあると思います。あのね、朝鮮のことが嫌いな人はいっぱいいますから、うん、けど私は私の考えとしてはね、はい、そういうふうに思っておりましてね、はい、まあ、孫さんも偉いなと、はい、こう思っております、うん。